皆さんこんにちは。今日は一日のお昼ご飯作りを取っていきたいと思います。お味噌汁とメインと副菜3品作っていきたいなと思います。気がします。コロナじゃなかった前は外食とかして、練習場に向かう途中で外食したり、家の周りのなんかお蕎麦屋さんとかで食べてから行くことが多かったんですけど、コロナになって、練習時間が大幅に短くなったりだとか、あまり外食もできないようになっているので、自炊する機会が本当にほとんどになりましたね。それでは早速作っていきたいと思います。まずはお米から洗っていきます。実家から毎回送ってきてくれるお米です。牛乳パックで毎回送ってきてくれるので、すごいかりやすくてありがたいです。大間ぴょんが乗ってる地元の水を使っていつもご飯炊いています。よし、じゃあ最初はピーマンとじゃこの煮びたしを作っていきます。だいたい味の素さんのレシピを使ってます。じゃあピーマンを千切りしていきます。こんな感じです。豆腐の水切りをします。電子レンジでチンします。その間にいい感じです。多分作ったことないから初めてだけど、初めてのものはゴールがわからないっていう、答えがわからないっていう、なんとなくゴールに向かっていい気がしますじゃーん、影が縁取りむず。一品目完成です。まだ熱々なので冷ましておきます。これで水切りを。盛るんだ。で、ほうれん草。めっちゃ多くなりそう。色の濃い野菜、ほうれん草です。4センチの長さに切るそうです。こんな感じかな。ではメインの風チャンプルと同時にお味噌汁も作っていきます。フライパンにごま油、また本だし使います。ごま油が温まったので、ここにごま油を、うちの豆腐をちぎりながら入れて焼き色をつけていくそうです。ちぎって入れていきます。わっ、高っ、わお。卵をきれいに割れました。いい感じに焼き目が。ほうれん草を投入します。その隣でお味噌汁作っていき本だしのなんかあごだしバージョンみたいなのを私はお味噌汁に使ってます。ほうれん草がしなっとしてきました。なのでここで本だしと調味料を入れていきます。本だし今回2回目、3回目。溶き卵を入れて完成だそうです。入れます。じゃん、完成です。めちゃめちゃ簡単。具だくさん、わかめと玉ねぎと豆腐のお味噌汁です。こんな感じで3品作り終わりました。ということで出来上がりました。じゃん。具材たっぷりのお味噌汁と風チャンプル、そして煮浸しです。全部3品すべてにタンパク質が入っているというタンパク質豊富な献立になりました。最後なんか赤色が足りないと思ったのでミニトマトを付け足してみました。早速食べていきたいなと思います。いただきます。最初はスープから、美味しい。自分で作ったからって思うかもしれないけど、意外と初めて作った割にはいい感じです。こんな感じで自炊お昼バージョンの紹介を終わります。今日も元気いっぱい練習に行ってきます。バイバーイ。こんな真面目に話すことないですよね、なかなか。いや、楽しかったです。うん。こんなにさ、バドミントンのこと語るのなかなかないよね。いや、初めてです、それも。ね。